いや最近暑くなりましたね。そんな時はやっぱりかき氷が食べたくなりますよね。また涼みたい時はどんな場所に行きますか？クーラーのガンガンかかった部屋ですか？違います。標高の高い山の上ですよね。というわけで今回はしんちゃんが長年やりたかった山の上でかき氷を作るという動画です。皆さんこんにちは、しんちゃんです。僕は今白山白川郷ホワイトロードの見晴らし天空という場所に来ております。今日はとっても天気が良くて最高にいい眺めが楽しめてます。さて今日の目的を達成するための持っていくものを紹介します。まずはかき氷製造機、そして2リッターのペットボトルを凍らせました。これだったら頂上まで持つんじゃないか。そしていちごのシロップです。雪か。よし、食ってみよう。熱い。取ったぞー。残雪取ってきました。よし、食べてみたいと思います。よし、いただきます。あ、いい感じのシャーベットです。うめー。良い子は真似しないように、ゴミとか入ってるんでね。でもね、ただね、普通にうまいです。これ氷持ってく必要ないんじゃね。美味しいです。めちゃくちゃ雪残ってんじゃん。かき氷食べ放題じゃん。こんにちは。
じゃあすいません。食べさせてもらいます。溶けなかったんですね。うん。うん。うまいっすよ。あったかいの食べてる。違いますね。僕はさっき残雪も食べてみたんですよ。そっちに断雪あって、どうですか？断雪の底の方が綺麗だったんで、どんな味なのかなと思ったけど、変わんないですね。変わんないですね。こっちの方が安全だと思って。こっちの方が安全なのは安全なんですけど、味に全然変わんないですね。やっぱり。シロップかけてるからね。そうじゃあ。